無限連鎖工と一般の卸と小売の関係にはほとんど差がない。違いとは会員に限定か否かだ。前者は限定する結果、逆に無限連鎖が発生してしまい破綻する。ただ、あるいは本来のホッキーとは違うかもしれない。会員限定にすることで、何かの抑止を目指したのかも。善意がなぜか奇妙な無限連鎖を発生させた、そんな憤り？利益性、市場を限定的にすることで数値的過剰を抑止するつもりが、なぜ人々は。良いアイディア、のはずがなぜか、現在では詐欺扱いになってる、という理不尽に、何かの呪いはあるのかも。会員が会員に売っている、限りは、会員数以上には増えないはずが、その外になぜか違う階層の会員が、発生する不思議。一般売りすると、広がりすぎてしまって何かの破綻が起こる理不尽。市場とは、奇妙な。